はるみさんこんにちは、管理室用で、皆さんこの正月閻魔使ってますでしょうか。まあ、この子はですね、 SS って特異状態になるとフォアで返球した弾の SS と GS が加速するっていう性能を持っているんですよ。なので今回はですね、 GS の中で一番速度が速いであろうこちらのラケットを使ってやっていきたいなと思います。まあ、このラケットはですね、ランダムに急速のカールショットっていうのを2回打つことができて、もう遅い時はめちゃくちゃ遅くて逆に取りにくいみたいな状態になったりもするんですけど、まあ、2回チャンスがあるんでそれでも速いし、フォアで返球すればその遅い弾でさえも少しは速くなるんで、もうこれはデメリットなく結構強いラケットになるんじゃないかなということで、今回ですねやっていきたいなと思います。はい、というわけで1戦目やっていきたいなと思います。相手のネタ2197でエンマとリルテッドと、まあ、MVP フランがおるっていう感じではあるんですけど、まあ初手はこの子で貯めていきましょうか。まあ、テレシアは結構 SS 溜まるの早いんでね。相手最初からエンマで来るんよ。エンマって初手性能強かったっけ。まあエリアはずっと広いっちゃ広いんやけど、打ち上げたらなくなると。よいしょ、ラッキーやったね今の打ち上げはね。これ決まれ、いったんちゃう。オッケー。フォーのやつ残ってたら無理やったけど、まあ、耐えましたと。でエンマに切り替えて、まあ貯めていこうかな。さあ相手慣れてくる、エンマ同士の戦いか。相手はレフコスね。まあこの広大なスイングエリアで相手の SS を絶対に補給して返すっていう戦法。俺はこの GS でバカみたいに速いのを打っていくっていう戦法。さあどちらが強いか。まあ個人的にはヘリオブライトがいいかなと思ってるんですけどね。これ SS で得点することによって、まあ相手に混乱をかけるっていう性能になってるんで、それ取れんのエグ。だからまあ SS で得点できるように、まあヘリオがいいかなと思ってるんやけど、まあ今回はこの GS でもうバカバカ決めていきたいなと思うんやけど、エリア嘘みたいに広いからな。これどうしようか。いけ、あ、絡めた。ちゃうやん、それは違うやん、やってんなマジで。まだ相手に SS 飛んでこうへんよな。ちょっとこれエンマ同士やとあんま良くない気がするけど、いけ、はいや、出た。これ多分最高速度よ。最高速度でかつ加速が入ったってやつやで。これを毎回打てたらいいんやけど、多分確率そんな高くないよね。だからあれでもあるんやけど、でこれ不意に打ちたいよね。相手も SS 打てんちゃうのか。 OK で、まあ俺はこっちから打っていくと。 OK 相手入り方ミスったな。ほわ、ええ、あ、相手なんかくるくるなってるの、びっくりした。なんかピヨピヨがこっちで聞こえてるように感じたわ一瞬。よいしょ。でまあ普通にエンマは強いから、これスマッシュできるんちゃう、ここで。えこれってさ、この赤いところでスマッシュと角度つくんかな、それともこの白のところの方がいいんかな。ちょ、それ俺あんま知らんから、エンマ今まであんま使ったことないから分かる方教えてくれたらなと思うんやけど、いくで、ドン。あ、これあんま速くないけど、まあ、超高速ぐらいでいったんちゃうから。いや、いいやんこのラケット、2回打てるんが普通に強いわ。でまあ他にもいいラケットないかなと思っていろいろやってみたんですけど、まず一つ目はですね、相手をほぼ強制的に製造火力をマイナス 75% にするっていう。まあそんな強くはないかなと思うけど、まあちょっとは面白いですよね。でまあ二つ目がですね、サテライトラケット。まあこれはそんなに速くなかったんでおすすめはあまりしないです。でまあ三つ目はですね、オラクロブラハ。まあこれは30秒に1回ね、速いの打つことができるんで、これは非常にありかなと思います。でまあ4つ目はですね、この消える弾。まあ割と決まるんやろうけど、1回しか点入れられへんのが微妙かなとは思う。でまあこれがですね、あのポセイドンですね。まあこれあの2失点すればまた GS 回復することができて、結構早めなね、あの3またスタイド打つことができるんで、これもなかなかありな選択肢なんじゃないかなと思います。この速度結構良くないですか。でまあ最後はですね、ドローショットのラケットなんですけど、まあこれも割と速くなってね、相手後ろに折ったら絶対取れないかなと思うんやけど、やっぱ1回しか打てないっていうのは微妙かもしれないので、複数回打てるやつがおすすめかなと思います。というわけで続いてはですね、ポセイドンを実戦で使っていきたいなと思うんですけど、相手ライザーサグラってすごい珍しいの使ってんな。この子何のために入れてるんやろか。この子って何ができたんやったかな。サクランサーっておったやん。なんか体力が緑から黄色になった時に、なんか8秒間だけスタミナダメージ無効みたいな。でサクラのリーダースキルが、そのなんか秒数ごとにちょっとずつ体力回復していくから、また緑になって、まあ永遠と体力緑以下になれへんみたいな、なんかそういうコンボがあったんやけど、そんななんかこうあったっけ。エンマとあともう一人誰やったっけ、相手の編成ちょっと忘れたけど、まあどうしようかなこれ。SS はちょっとこの子では打ちたくない。うん、これスルーするか。え、でもこれあれやんな、もうテレシア出されへんやんな。まあまあまあ出せへんからいっか。あ、なるほど、 SS ウィンと、まあ別に関係ないな、まだ SSS 溜まってるし。オッケーオッケー。てか今ぐらいからもうこれ打っとく、2失点したらって感じやから、もう早めに打っといた方がいいよね絶対。あ、思ったよりすぐ SS 溜まるな。じゃあ相手ヒエン打たれたらだるい。ちょ待って頼む。オッケー、打てました。で SS で決まったから、まあ相手にまあ操作反転が食らいましたと。ただポセイドンは使いこなせるというか、あの使えなくなったんで、あと2失点しないと使えないんで、そこはちょっと難点ではあるから、まあ普通にやるのであれば、その GS を強化するのであればオラクルとか、あ、そうやな、オラクルかな、オラクルが一番いいかなとは思うんやけど、いや俺これ頑張るから、ちょっと見といてな。俺操作反転ちょっと昨日練習してん。絶対無理、ちょごめんごめん、練習もクソもなかったわ。
いやこれガチで強いよな、マジでどうしようもなくなる。でこのか、操作反転終わってから次のポイントをやり始める時ってさ、ちょっとなんか操作バグらん。どうしようかな、これ一回 SE 数って決まる？決まった、 OK。 で次も多分相手操作反転やから多分普通に得点できるんよ。だからこれの次にあのポセイドンって使うわ。よしそれでいこう、俺の作戦はそれに決まった。さあ来い。すごい取りにくそうやな。でまあ相手は SE 数打ってくるやろうから、まあそれは警戒しつつポセイドンで相手に前に来させないようにすることもできるんで、まあそれであれですね、前から SE 数を打たれるのを防ぐという感じではなってるんやけど、よいしょ、はい、気づかれました、はい、返した、はい、強い、めっちゃ早ない、フォアやからもう、そう、ありがとう。いやこういう会話楽しいよね、ほんまに。何のためにコメントがあるか、煽るためじゃないですよ、皆さん。こういう、やるね、ありがとうのこの挨拶、言葉のラリーが非常に大事となっております。はい、で、こっからの、あえてこう、くそ、加速入ってないから決まらんかった、あえて加速じゃない方で打つっていうあのやつやってみたんやけど無理でしたね。よいしょ、これどうだよな、ポセイドンとオラクルどっちの方が回数打てるんやろな。それなんていうの、めっちゃなんかラリーが長引くのであればポセイドンの方がいっぱい打てるんやろうけど、そのなんていうの、普通に2失点しないと回復しなかったりはするから、それを加味すると1試合で2回ぐらい打てたらまあいけるかぐらいではあるんで、それがどうかなって感じはするけど、まあこれはこれで強いでしょ。まず3股の時点で取りにくいしね。でもめちゃめちゃ速いサテライトとか、これどうやって決めんの。いやこれお互い SS 警戒してんな。はいはいはい、あやべ、いやこれ来るで SS 怖いんかった。じゃあここで体力ないからもうひたすらドリンクない方でも SS 来るよ、取りました、あー。投げ、こういう時にポセイドンがあったらいいねんけどね。やばい、あ思ったよりなんかロボ遅かったでしょ。これあれやんね、フォアで返しても SS と GS 以外は別に速くはなれへんから、そこまで警戒する必要はないと。いや今回順当にこっち、はーい。まあポセイドン1回しか活躍してないけど、まあ普通に良きえね。はい、というわけで最後はですね、まあ普通にオラクロブラー派がどんだけ強いかっていうのをみんなに見せてね、終わりたいなと思うんですけども、相手レフコス持ってんで、まあスキル広いからね、レフコスも非常にいいかなと思うんですけども、まあでもレフコスも出せるんやったら俺はヘリオの方がいいような気もするけど、どうなんやろな、レフコスって50秒に1回やろ、難しいとこよな、まあ、そこは自分の考え方次第ですね。いやどうしようかな、これ SS 打っちゃって、でもうちょいこの子でいいってアナザーアクション打ったらまあ結構 50% ぐらいまで溜まるから、まあ打っちゃってよかったんじゃないですか。はい、円まで来ます。でまだ SSS は来ないでしょ、多分3打球ぐらいしないとダメなんで、今のうちに攻めたい。あこれいったんちゃう、でかいでかいでかい。で相手はもうほんまに溜まってるに等しいと思うから、このうちにまあほんまはアイラ出したらすごい楽やねんけどな。いやアイラでビビらせる、交代時も入ってるし、さあどうする、あいいのマジで、この子で解除しよう。いやー失敗した、まあまあこれはこれでいいでしょう、 SS が溜まったからね。でこれでもうあの子は使えないから出しませんと。でまあこれオラクロブラハ使う際の注意点、まああの他のラケットでもそうなんやけど、この SSS 打たないとそのなんか GS とか SS が速くなるっていうモードにはならないので、そこはちょっと注意していただけたらなと思います。 SS でもあかんし、この始めるなんか右で出てる状態でもダメなんですよ。でかつフォアで返さないと速くはならないんで、そこは分かっておいていただけたらなと思います。ドン、早い。本当早い。でしかもあのピヨピヨなってる状態でやったらもうなおさら決まるよね。素晴らしいですね。まだ SS たまんないしさすがに。とか言ってたら来る。大丈夫やんな。あーちょ、やばいな。いやこれはもう奥振りで来る。はいはい。オッケーオッケー。で、どうする？じゃあこれオラクルもう一回打ちたいからな。てこれ体力ってさ、俺ちゃんと満タンになった？これ満タンにならないと30秒後にもう一回打てないってのがちょっと難点なんやな。まあオラクルはオラクルで、そうか1回ぐらいしか打たれへんから、もしかしたら GS1 回のめっちゃ強いラケット使うのもありなんかもせえへんけど、まあ結構ねいろんなラケット試せるかなと思いますので、皆さんもねいいのが見つかったらぜひ、まあ僕にも教えてくれたら嬉しいなと思います。ということでまた皆さんお会いしましょう、バイバイ。